皆さんこんにちは、モレノです。本日は最後、年内最後のレビューはメグカスモーラでやっていきたいと思います。まあ自分自身でスパーズサポートとして、まあ、たまたまですがね、こういう終わり方を締め方をできて嬉しく思っております。で、今年1年間簡単に振り返ると、本当にチャンネル登録者数が倍以上になって、今6000何百人いるのかな。すごいっすよね。自分自身あんまり信じられてないです。うん、それぐらいの方がチャンネル登録者数、見てくださって、本当に僕自身の動画を一回でも見たことある人何十万人いるのかな、今年。というぐらいなので、すごいなと思います。で、まあ、個人としてはね、FIFA21 から22、すごく充実したシーズンを送ることができたと思いますが、まあ、今月っていうか、まあ、先週ですね、EJ の出場権取れたのも、個人的にはやっぱりその、一つ何か、やっぱプレイ面で僕自身あんまり集中力が高いわけじゃないんで、ウィーケンドとかあんまりやんないんですけど、まあ一つなんて言うんでしょう、箔をつけられたのは大きいのかなと思います。まあ来月本戦ありますが、引き続き頑張っていきたいと思っています。で、今年もね、大変お世話になりました。皆さん良いお年を迎えてください。まあこの後ね、ぜひ見てください。という感じでルーカス・モーラーレビューしていきます。現在の価格が58万3000コインです。かなり高額な選手になります。で、比較対象としては本当にルーカス・モーラじゃなくて、ガブリエル・ジェスだったり、マルシャルになってくると思います。ここら辺の選手と比べてどう動くのかっていうのが見どころです。で、ルーカス・モーラに関してはスキル4、逆足4の174センチ、70キロの選手です。で、ワークレート、ハイミディのボディタイプがユニークです。ユニークっていうものは固有です。ルーカス・モーラ、自分自身のボディタイプを持っております。で、トリートに関してはチームプレイヤー、スピードリバー、フレア持ってますが、あんまり関係ないです。で、今回、ケミストリーに関しては、マークスマンを使っていきます。おそらくマークスマンが一番人気ですよね。マークスマンが一番人気だと思います。ですね、デッドアイもありだと思います。デッドアイでパス値を上げて、まあ、シュート値をほぼ完走させるのもありだと思いますが、僕自身ドリブル中なので、まあ、ドリブルを最大限上げたいと思い、マークスマンにしています。まあね、正解はないと思うんですよ。どっちが大切かなと思うんですよ。ここのね、パス値をね、このスタッツまで上げるってなると結構いいパス出すと思うので、まあ好きな方を選ぶのがベストだと思います。で、今回使っていくポジションはストライカーです。まあストライカー、トップ下4231のトップ下442のストライカーを使っていきます。まあルーカス・モーラは元々ね、サイド企業の選手なんで、サイドは絶対できると思います。このカード足も速いですし、ドリブルもいいですし、シュートも打てるので、まあ、どちらかで言うと、まあ、この値段を出すからには、まあ、60万っていう選手を出すからには、やっぱり中央で使いたいっていう方が多いと思う。なので、今回、ストライカー、トップ下で見ていきたいと思います。という感じで、ルーカス・モーラ、始めていきます。では、まずドリブルから見ていきます。この選手からルーカス・モーラです。ルーカスのね、ドリブルに関しては非常に安定していますね。それこそメッシだったり、ベルナルド・フォーデンのような、もうスピードがめちゃくちゃ速いですっていうタイプの選手ではないんですけど、やっぱりそのリアクションだったり、ボールの受け方もうまいですし、その後のドリブルの安定性っていうのを非常に感じる選手でした。ここルーニー、サイド上がってきて、ルーカス・モーラ、ここですね。で、逆足のシュートですね。やはりシュートスタッツが90、シュートパワー、決定力が98あることもあって、シュートを外すシーンっていうのはほとんどなかったです。このシュートもすごかったですね。あれ決まるとは正直思わなかったです。で、ストライカーとしては非常にね、レベルの高い選手だなと思いました。ただし、ルーカス・モーラに関して思ったのが、理不尽さという点が本当にないなと思ったんですよ。ルーカス・モーラって、良くも悪くもすごい普通なんですよ。ドリブルもいいし、この受け方もいいし、まあ悪くはないんですよ。ただし、言っちゃえばね、特徴がないんですよね、あんまり。ドリブルもいいんですけど、そのメッシだったり、ベルナードと比べちゃうと、特徴はないですね。ここシュートどうしたって感じでしたね。で、スピードも、まあそんなに、なんだろう。まあ結局99いってない選手なんで、これ以上に速い選手っているんですよ、絶対的に。で、シュート能力に関しても、まあソン・フミンだったり、まあ逆足後のマルシャルとかと比べちゃうと、まあ劣りはしないですけど、まあ、ゆくゆく見てると逆足後の方が強いので劣ります。ここもいいクラス上げてますね。なので、割と強いんですけど、60万出す選手かって言われたら、ちょっとどうなのかなと思ったんですよね。非常に安定感であって、計算できる選手ではあるんですけど、
今の60万って本当にいろんな選手が買える中、このルーカス・モーラというオプションはちょっとないんじゃないかなって僕は思いましたね。特徴がなさすぎる。非常にここら辺のシュート能力さんも非常に高いんですけど、特にね、使ってて不満はないんですよ。使ってて不満はないですけど、これが強いっていうのがルーカス様にないですね。という感じで終えていきます。では最後、ルーカス・モーラーまとめていきます。現在の価格が58万コインです。僕自身ね、ちょっと高いかなと思いますね、この価格は。決してね、悪いカードではないです。弱点という弱点もないですし、まあ弱点唯一というのはフィジカルかな。フィジカルは少し、まあ物足りないというか、まあルーカス・モーラーがそういう選手なんで割り切るしかないと思うんですよ。で、ペースをとっても、シュートをとっても、パスをとっても、ドリブルをとっても、非常に高水準ではある選手ですね。10点中8点はつけられる選手です。ただし、10点中10点ですっていう項目がこの選手にないですね。それが、まあ、そういう選手が、例えばアバールとかも比較的そういう選手だと思うんですよ。CDM を置いても、センターミッドを置いても、トップ下を置いても、ストライカーを置いても、まあ、10点は叩き出さないけど、8点は叩き出すなっていう選手だと思うんですよ。で、その選手が15万、20万だったら、僕は素晴らしくコスパいいと思うんですよ。ただ、その選手が60万だったらちょっと高いかなと思います。もちろんね、チームのピースとして、ルーカス・モーラを、ケミ要員として考えていて、まあ、基本的にエンマペ、ネイマールとか、もう超トップメタを使っているんですが、このルーカス・モーラしか、ケミ的に合わないんですっていうのであれば、不満を抱えることはないと思います。強いです。普通に強いです。ただ、その、エースとなる、軸となる選手として、ルーカス・モーラを迎えるのは、僕は、まあ、ちょっと物足りないかなと思います。理不尽さは全くないですね、この選手。ジョージ・ベストの方が全然強いですね。うん。という感じです。まあ、悪いカードではない。すごい使いやすくて、使ってて楽しいカードなんですけど、その、突き抜けるものがないせいか、60万という価格に対しては、僕はちょっと見合ってないかなと。思います。で、今回ケミストリーマークスマンつけていきましたが、まあ基本的にね、マークスマンでいいと思います。あとはまあどちらかというと、多分ここのね、ディフェンドリブルスタッツそこまで違いはないと思うので、まあパスが気になる方であればデッドアイつけてもいいと。あと一個思うのは、もしかしたらマエストロでもいいかもしれない。マエストロでこのリアクション10を上げてあげて、パスシートをロングパスを上げてあげるのもありかもしれないです。うん。ただまあ、ここまでね、ステータスが高い選手なんで、これという正解はないと思います。さすがにね、ベースブーストはいらないんで、エンジンはないとは思いますが、まあ、サイド起用しか本当にしないんですっていうのであれば、エンジンを使ってみても面白いかもしれないです。ホークもないよな。ここのね、ベースブーストは基本的にはいらないと、僕は思います。という感じですね。で、他の選手との比較をしていくと、プレミアリーグ現状、ストライカーとして上がるのは、ルーカス・モーラ、マルシャル、ロナウド、などですね。で、ここ価格順に してみると、まあ、マルシャルだったり、ジェスス、ルーカス・モーラトップ下か。トップ下なんで、ここにいないですけど、マルシャルが78万出せるのであれば、僕は今現状、プレミアリーグでナンバーワン選手が、誰を使いますかって言われたら、マルシャルを使う。好きだからとかじゃなくて、単純に強いです。マルシャルが逆足後で、やっぱり昨日も衝動買いしたんですけど、やっぱ強い。めちゃくちゃ強い。シュートも入りますし、収まりますし、本当にメーター選手の一人だなと思います。このマルシャルという方。で、ジェスス。ジェススの方がよりストライカーらしいです。ストライカーとしては何でしょうね。フィジカルなのか、その癖というか、なんかスルッと抜けるような感覚を、僕はルーカス・モーレより全然感じました。同じなんですね。絶対ジェススの方が強いです。ストライカーとしてね。で、あとは、可能性としてはロナウド。ロナウドは、ちょっと最近はね、どうかなと思いつつもあるんですけど、やっぱりトップメタであることには変わりないので、まあそれこそロナウドをストライカーに置いてルーカス・モーラをトップ下に置くのであればいいオプションではありますが、まあ基本的にはジェスス・ロナウドの方が僕は使いやすいかなと思います。ちょっとベルナーのカードアップグレードしてから使ってないんですけど、ベルナー僕ね、スキル3の選手使えないので、まあ強いと思うんですけど、使い方分かれば。うん。ただ微妙ですね。ファビーノに関しても、どちらかというとマルシャルの、マルシャルの逆足後がないような選手なんで、ストライカーで置いたとしてもね、
なので、うん、そういうのはあんまりおすすめしないですね。ここストライカーに置くのは、うん、どちらかというと CDM だったりセンターミートの選手だと僕は思っていますという感じです。かな。ストライカー、まあロビン・キーンよりは強いですね。ロビン・キーンよりは強いですという感じで終えていきます。もしね、質問コメントなどありましたらいつでもお待ちしております。まあ結論としては決して弱いカードではありません。うん、ただし、まあ、58万という値段はどうなのかなっていうカードでした。今日も見ていただきありがとうございます。皆さん、今年もね、1年間お疲れ様でした。良いお年を迎えください。そしてまた、1月1日、ちょっと夜配信するかわからないですけど、まあ、2日には最低でも配信するので、また新年お会いしましょう。ではまた、ありがとうございます。